皆さんこんにちは。思い通りに生きられてますか渋谷テーマです。文化交流活動についてお話ししております。今日は第三回目。一回目、二回目で、まあ僕があ交流活動やボランティア活動に興味を持った経緯であるとか、あるいは中国で、えーまあ、どんなふうに NPO が始まったかっていうようなお話のちょっと触りをしたと思うんですけれども、 えと前回最後の方であのなかなかところが変わると場所が変わると事情も違うわけでそんな NPO 活動やらそれからあのボランティア活動みたいなもの単純に集会をするだけでも ちょっと厳しかったりだとかチェックが入ったりとかすることがあるっていうのをお話ししたと思いますですからああのまあ、特に中国の場合は、えー、集会活動をなんかするときは非常に敏感になる必要がありますね敏感というか慎重にやる必要がありますね単純に路上でなんか例えばやるとかっていうことっていうのは全然よろしくないです これが例えばアメリカとかヨーロッパみたいに路上パフォーマンスみたいに何かボランティア活動するとかあるいはなんかイベント活動簡単なものでもやろうと思ったりとか悪いことじゃなかったとしてもやっぱりそれはあのその場所にはそぐわないです。そういういいこととをやっぱり理解すするる必要があると思いますねはっきり言ってそれを理解しないまんまあの。 若者に特に多いんですけども勢いだけで、えー、や,や,やられて何か問題が起きてしまうと普段だん、えーまあ、粛々とというか、まあ、あの真面目に丁寧にあのお行儀よくやっている者にとっては迷惑になりますのでやっぱりこれは場所が変われば。 とととこころがが変われば事情が違ううんだということで、えー、少し気にする必要があるかもしれないですねこれちょっと話それますけど海外旅行で一人で、あのー、バックパッカーのようにまあ僕も以前バックパッカーをやっておりまして、えー、地球の歩き方とかを携えながらちょっと旅行したりしたこともありましたけれどもこれをやって危ないところに入ってしまうと。 本当に危ない目に遭うじゃないですか。これ日本のようにはいかないですよね。で、多分日本の事情しか知らない若者がそれをや,やっちゃうと非常に危険だと思うんですね。海外で一人で知らないところ、スラムみたいなところ、うんえー。それこそ本当に命に関わる事件やら問題が起きますんでね。で、もしそうなった場合、現地のまあ大使館やらいろんな人に、あの。 まあ影響が出てしまうわけですよね。まあそういうところまでやっぱ考える必要が出てきちゃうんですね。あのでこの間も申し上げましたが僕の場合は最初にそういうことが分かったのでそれ以後はですね非常に気をつけるようになって何かイベントの時は、まあ、大体自分らが主催はするんですけれどもまああの 協力の時もありますけれどもあるいは共同でやるっていうこともありますが大体主催の時でも、えー、日本大使館の広報文,化センター文化広報センターっていうところがあったりとかそれから中国側の中,中国日本っていう中日、えー、何々交流協会とか何々友好協会とかそういう友好団体があるじゃないですか日中関係の。 まあそういうところの講演講演っていう要するにバックアップですねとか協力とかを講演名義という言い方しますけど大使館の場合,場合はまあそういうものを申請してちょっとオフィシャルにフォーマルにまああの内容は別に和気あいあいで緩いものでも構わないんですけどあの手続きとしては。 要するにパッケージングとしてはあのフォーマルにやってます大体全てそうです。でこれは何になるかっていうとお守りになるんですねあの中国でやる場合は。でこれ北京の場合がほとんどだったので、えー、僕の場合は。まあ、自分が北京にいたっていうこともありますし、まあ、北京お膝もあの政府のお膝もだしやっぱり普通の町よりは厳しいですよね。えー、ちゃんと やっぱりそういうい手続きもするる必要があるし別にもうそれは慣れてしまっているので全然最初からそうだったので全然苦ではないんですけれどもまあそういうふうにやった方がいいんじゃないのかなと思います。でこういうことがあるからああなるほどとえ以前もお話ししましたがもともと僕は NPO 法人とかそんな大それたあの団体とかえ作る気持ちもなかったしできるとも思わなかったし。 うんそんなあことは考えてなかったんですねで、えー、なんかそういう団体とか活動をしてる組織があればちょっとお手伝いさせてもらえればなと実はポジション的にはこういうポジションが一番気持ちが楽ですよね。で自分がやりたい時にちょっとまあボランティア活動するとかすればまあ自分も気持ちがいいし。 まあ、ボランティア活動ってやっってみるると結構気持ちが良かったりすすんですよねそれが癖になってしまってたくさん続けてるっていう方も多いんじゃないかと思うんですが僕もそんなあどこかで、まあ、ちょっとだけあの参加させてもらえればとまあ響きながら、えーまあ、多少はあの役に立てればうれしいなというぐらいの気持ちだったんですけれども、えー、いかんせん探してみるとそういう団体はいや全然ありませんでした。 はい、まああの以前北京日本人会って今日本クラブってなってますけれども、えー、という団体がまああの現地で慈善活動だとか、えー、やられたりだとかあるいはあの日本人のコミュニティの中でイベントやったりだとかされてますけどもそれぐらいですね本当に。で純粋に文化交流っていうことをテーマにして活動している日本の団体はありませんでした。それから中国の団体もも非常に少ないあったとしても えー、公益活動とは言いながらやっぱりバックアップしてるのが一般の法人要するに企業だったりとかする場合がほとんどで、まあ、その方がやりやすいんです中国では。ですからそうなってるんですけどそれがじゃあたくさんあるかってないし要するにそういう受け皿があんまなかったっていうこととあとはまあ協力者がいたので NPO 法人することになってしまったっていうことなんですけれどもそれ以前から2年ぐらいは活動してましたんで。 まあそういうい最初の経緯がもともと日本大使館の方に声をかけていただいてそれがちょうど北京オリンピックの前だったので北京も日本人がたくさんいる状態だったんですね。ですから文化交流のイベントもえまあそれにあやかってか分かりませんが非常に多かったです多かったのは間違いないです。 結構盛り上がってて。ましした、気分としてですからまあ重宝されたみたいなところもあると思いますで、えー、僕が最初にやったことっていうのは単純に、まあ、自分も日本舞踊をほんのちょっとだけほんのちょっとですけどもやってて、まあ、日本の文化を紹介するようなイベントみたいなことをやったことがあったんですね。この時はままだ法人化ししてませんでしたで。北京にも、 同じように日本の文化を紹介できるような人たち強者みたいな先生と呼べるような人たちが何人かいらっしゃったんですよ。えー、茶道の先生だとか、えー、それから、まあ、剣道だとか合気道だとか空手とか、えー、お花とか華道ですねとかそれから、えー、っと現代文化でいえば。 何も伝統文化だけじゃなくて日本のジャパンカルチャーといえばアニメとかまあいろいろあるじゃないですかコスプレとかまあそういうもの,をあのまあ新旧を混ぜ混ぜで混ぜ込んで織り込んでやって結構それが評判良かったんですね。でまあそういうそれをたまたまあのご覧になってたあの当時大使館に勤めてらした方が声をかけてくださって、え。ー うち主催で大使館と共同でイベントをやったっていうのが最初なんですねですからノックから割とフォーマルでバックアップがあったので割ときちんとできたんですねしかもとても大きな私この活動も10年以上やってますけれども今までで一番大きなイベントでしたその最初のものがなぜかというと4回に分けたと思います はい、4回隔週ですしかもですから、えー、足掛け2ヶ月ですねあのそれだけの時間をかけてテーマを分けていろいろなあの日本文化紹介イベントみたいな形でやって、えー、これは非常にあの盛り上がりましたね。場所も つまりお金は全然かからなかったんですね。マンパワーはかかりましたけど、それは私がほとんどやりました。私も個人もやったし、多分一番動あのこ、こちら側の,にの範囲としては、受け持ちとしては、えー、一番動いたのはまあ僕だし。 あのもちそ,それ以外にもちょっと学生さんとかでボランティアで手伝ってもらったりとかいわゆる本当に美しい形でできたなと思っておりますそれはもちろんあの日本大使館のバックアップがあってしかも中国側の先ほど申し上げたような交流団体 のバッックアップももあってでできたことだとだ思うんですけれども、まあ、テーマはそれぞれ先ほども申し上げたように日本の伝統文化それから現代文化合わせて大体1日に2講座2講座というか2つのイベントですねえ、まあ、その道の専門家に来ていただいて講座をしてみたりこう、まあ、講演のような形をとったり体験のような形を取ったりとかして、えー、日本中国の方に あのもちろん無料で参加できるようにして、まあ、時には記念品があったりだとかして、えー、非常に楽しく大成功と言ってもいいと思いますで参加者もすごく多かったですね何百人だったと思いますけれども延べで、えー、そういうところから始まったっていうのがあるので割とオフィシャルに続けてきたでそれがやっぱり続けられてきた理由の一つなのかもしれないなと思っております。 では、えー、また続きは次回で皆さんの夢が全部叶いますように。